竹内のりは、日本の実業家。キャタピラー日本代表や、キャタピラージャパン代表取締役会長兼社長、日本建設機械工業会会長などを務めた。鳥取県出身。1976年、一橋大学社会学部卒業、三菱重工業入社。1987年新キャタピラー三菱入社。2006年、 新キャタピラー三菱出向役員経営企画室長。2009年キャタピラージャパン相模事業所長。2010年キャタピラージャパン代表取締役社長。2012年キャタピラー日本代表のカントリーマネージャー及びキャタピラージャパン代表取締役会長兼社長に就任。同年から日本建設機械工業会会長を務め、グローバル会の対応などに当たった。 2014年キャタピラージャパン、代表取締役会長。キャタピラージャパン社長に、竹内市日本経済新聞2010年5月13日、復ッ本社の翼に乗った、キャタピラー、日本法人三菱重工との合弁を、完全解消東洋経済オンライン2012年4月2日19時34分、日本建設機械工業会会長キャタピラージャパン、社長。 竹内の利益き機気のレンタルは、時代の必然、新車販売、市場主義は、古い週刊ダイヤモンド2013.10、110時20分、建設機械工業会会長に、竹内市日本経済新聞2012年5月23日22時20分、キャタピラージャパン社長に、ベネケ市日本経済新聞2014年2月6日21時39分。ありがとうございます。